赤狩り。赤狩り。赤狩りは政府が国内の共産党員及びそのシンパ、シンパサイザー、同調者、支持者を公職を代表とする職などから追放すること。第二次世界大戦後の冷戦を背景に、主にアメリカとその友好国である西側諸国で行われた。ローゼンバーグ事件に代表される共産主義者による深刻な諜報活動に加え、 1946年からの東欧における、また1949年の中国大陸における国境内戦の末の共産主義政権の成立、1948年から1949年にかけてのベルリン封鎖、及び1950年から1953年の朝鮮戦争におけるソビート連邦や中華人民共和国からの 圧迫により高まった緊張に対して増大する懸念に合わせたものある。この場合の赤は共産党及びその支持者を指す。日本語の名称である赤狩りに対応する英語の名称レッドスケアは共産主義の恐怖の意味であり、増大していた共産主義者の活動に対する強い懸念を示している。連合国の占領下の日本においてマッカーサーの指令で行われた。それは レッドパージの項を参照。日本では赤狩り全般に対応する英語として、レッドパージを使う場合もある。マッカーシズムは第二次世界大戦後の冷戦初期、1948年頃より1950年代前半にかけて行われたアメリカにおける共産党員及び共産党新派と見られる人々の排除の動きを指す。1953年より、 上院政府活動委員会常設調査、小委員会の委員長を務め、下院の下院非米活動委員会と共に率先して赤狩りを進めた、共和党右派のジョセフ・マッカーシー上院議員の名を取って名付けられた。マッカーシーに協力した代表的な政治家は、リチャード・ニクソンとロナルド・レーガンであり、後に、この二人を熱烈に支持したのが、新自由主義の経済学者である、ミルトン・フリードンである。 マッカーシーらに共産主義者やソ連のスパイ、もしくはその同調者だと急断されたのはアメリカ政府関係者やアメリカ陸軍関係者だけでなくハリウッドの芸能関係者や映画監督、作家。さらにはアメリカの影響が強い同盟国であるカナダ人やイギリス人、日本人などの外国人にまで及び赤狩りの影響は西側諸国全体に行き渡る子になる。 中でも影響が大きかったのが国務省において東アジア外交を担当していたチャイナハンズと呼ばれる外交官だった。当時中国について豊富な知見を有したものの第二次世界大戦の対日戦において中国共産党軍を支援するなど共産主義者との接触があったこれらの大半がその過去の経歴と その後中国国民党が中国共産党に敗北した責任を問われて免職され、その結果国務省の東アジア局から対中国専門家が一掃された。その後の対中国の外交政策の穴を埋めたのは欧州専門の外交官たちで彼らの多くは日本や東南アジア諸国などの同盟国は愚か中華民国政府統治下の中国大陸にも一度も 足を運んだことが部下た。このアジア専門家の空白が後にアメリカをしてアジア外交を誤らせ泥沼のベトナム戦争にアメリカを引きずり込んだ原因となったとバーバラ・ W ・タックマンやデイビッド・ハルバー・アタムはその著書に書いているがこれには異論も多い。共産主義者の追放という大義名分を傘に来たマッカーシー議員や その右腕となった若手検察官のロイ・コーンなどによる、偽の共産主義者リストの提出に代表されるような、様々な偽証やことの歪曲や、容疑者に対する自白や協力者の告発、密告の強要までを取り入れた強引な手法が、マスコミや野党である民主党から大きな反感を買うことになる。また、チャールズ・チャップリンをはじめ優れたハリウッド関係者も、多数追放となった。 当初は、マッカーシーの強硬な姿勢が、国民から大きな支持を受けたものの、マスコミをはじめ政府、軍部内に、マッカーシーに対する批判が広がる中、1954年3月9日には、ジャーナリストのエドワード・アルマローにより、自らがホストを務める CBS のドキュメンタリー、番組、シー・イット・ナウの特別番組内で、違法な手法で、赤狩りを進めるマッカーシーに対する、 非キャンペーンを行ったことを皮切りに国民の間にも広くマッカーシーに対する批判が広がる。そのような中で政府、軍部内にもマッカーシーに対する批判が広がり同年の12月2日に上院は65対22でマッカーシーに対して上院に不名誉と不評判をもたらすよう行動したとして事実上の信任を突きつけここに マッカーシズムイコールアメリカにおける赤狩りは終焉を迎えることになる。マッカーシズムが吹き荒れた中で自らが標的となることに対する恐怖によってアメリカ国内におけるマスコミの報道や表現の自由に自主規制がかかったことや同じ理由から告発や密告が相次いだことなどから多くの人々に対して大きなダメージを与えた。また、 第二次世界大戦前後を通じてアメリカが掲げた自由主義で民主主義の国という言葉にし国内外から多くの疑問が提されたがこの事件は最終的に事情作用によって終焉を迎えた。レッドパージ。レッドパージは第二次世界大戦後の1950年当時アメリカ軍を中心とした連合国軍占領下の日本において マッカーサー GHQ 総司令官の指令により、共産党員と審判、同調者が、公職や企業から次々に追放された動き、1万を超える人々が職を失ったと言われる。なお、アメリカ本国での共産主義者追放を指す場合には、レッドパージとはわない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。